はい、こんにちは、りほこです。はい、今回は10月7日に発売する終焉のビルシュの特典紹介をしていこうと思います。店舗別に特典がね、何ついてくるかっていうのが違うので、まあ結構もう予約した方も多いかとは思いますが、まだね予約迷ってるよって方向けに、店舗ごとにどんな特典がつくかっていうのを紹介していこうと思うので、よかったら見てもらえたらなと思います。まずね、このシュービルがすごいもう力が入ってそうな作品っていうのがひしひしと伝わってくるんですけど、ヒロインちゃんもなんかヤバそうだし、私はたくさんの人を殺しましたみたいな感じのヒロインちゃんで、もうどんな感じになるのか楽しみなんですけど、まあ闇な感じですねで、そちらを特典をちょっと一緒に見ていこうと思います。まず予約特典としてドラマ CD がついているっていうのと、限定版特典の特別賞賛誌と限定版の特典オリジナルドラマ CD がついている。あ、このドラマ CD いいですね。あのヒロインちゃんの誕生日設定、サプライズパーティーを計画している6人のお話みたいです。こういうなんかわちゃわちゃ系のねドラマ CD 好きなので楽しみだなと思うのですが、問題は店舗別特典ですね。はい、店舗別特典がまずアニメイト様、アニメイト限定セットなどがございまして、アニメイト限定セットマルチクロスがついております。マルチクロス、前まではなんかミニタペストリーみたいなのが多かったイメージなんですけど、最近変わったんですかね。マルチクロスがついてるのと、まあ、ドラマ CD だったり、あとはアニメイトさんの店舗によってもブロマイドが違いますね。横浜ビブレ限定、名古屋限定、渋谷限定、オンラインショップ限定っていう感じでブロマイドが違うみたいです。まだねやってない作品ってどれが推しになるかわからないので、みんな店舗特典迷うんじゃないかなと思うんですけど、あ、アニメイト限定小冊子ついてる、書き下ろしショートストーリーと、あ、ドラマ CD の複製台本ですねが書いてあるっていう感じになっております。はい、そしてステラワースさん、私はもうあのスペシャルステラセットで予約してあるのですが、あのやっぱりあのスペシャルステラセット、あの 3P イラストが好きなので、今回もあのヒロインちゃんとイケメン2人ということでスペシャルステラセットで予約をしました。このね布ポスターが欲しいいや本当壁もないんですよ。壁もないし飾る額縁もないんですけど、なぜだか布が欲しくなるんですね。あとは私が欲しいなって思ってたのが、このスペシャル特典小冊子、まあ、書き下ろしショートストーリーが入ってるってことで、まあ、正直もう小冊子自体もどんどこどんどこ積まれてく状態ではあるのですが、ふとした時にパッと読めるようにちょっと常備しておきたい感があるので、スペシャルステラセットで予約しました。次、エビ天さんは、あ、書き下ろしタペストリーでっかいやつだ。タペストリーと、あとは缶バッジとポストカードとドラマ CD ですね。これもねやっぱりキャラ単品だと、やっぱ推しキャラが本当に多分やってない方難しいと思うんですよ。あのパッと見で一目惚れで好きになれるっていう乙女と、あの作品をしっかりプレイして彼のことを知ってからじゃないと、中身知らないと好きになれないっていうね乙女がいると思うので、私どちらかというとあの中身プレイして最後までやんないと推しが決まらないタイプなので、基本的になんか新作とかはなんか単品のキャラのタペストリーとかよりかは、まあ、3P 寄りのやつ選んじゃう次、アリスネットさん、アリスネットさんがまだねあのちゃんとしたイラスト出てないんですけど、ラフ画で出てますね。現在制作中っていうことで、すごい可愛らしい、あのアリスネットさんのこのアクリルスタンド、いつもなんかピョコピョコしてて可愛いんですよね。まあ、アリスネットなので不思議の国のアリスの中に出てくるんじゃないかみたいな感じの可愛らしいキャラクターのイラストになっております。まあ、あとは缶バッジだったり、書き下ろしメッセージブロマイドだったり、早期特典缶バッジもあります。これ9月23日までなので来月までです、みんな忘れずに。次、アニメガソフマップさんはハートの缶バッジと店舗特典ドラマ CD がついております。え、店舗特典ドラマ CD、 絵しりとりとかめっちゃシュールで面白そう。次、アミヤミさん、アミヤミさんはイラストこの間出てましたね。一応なんか現在開発中のものですみたいな感じだったんですけど、これもなんか魔女みたいで可愛くって、お帽子かぶっていて、
これかわいいな。あのシュービルもうめちゃめちゃ期待してる。もう積むわって方はアミアミさんで買った方がいいんではないかって思ってます。あの私毎回思うんですよ。基本的に私はもうスペシャルステラセットとかで予約することが多いんですけど、もう絶対にアミアミさんの特典かわいいんですよ。なのでおすすめしたい。自分はスペシャルステラセットで買ったんですけど、あのいっぱい積むわって方、アミアミさんのね、あのグッズめちゃめちゃ可愛いんで。次ワンダーゴーさん、あタペストリーがあのシュービルのあのイラストと缶バッジと書き下ろしコメントカードでドラマ CD っていうことで、タペストリーいいな。まあでも私はもうスペシャルステラセットって決めたので、そちらで、うん、楽しみに待ってることにする。次シーガルさん、あーこのよくある縦の缶バッジとこの限定版のタペストリーのイラストめっちゃいいな。タペストリーがついてるっていうのと、よろずやショップビッグ宝島さんもこのいつもの縦の四角い缶バッジがついてるのと、アクリルキーホルダーがついているっていうことになっております。あとはまあ Amazon さんで IC カードステッカーだったりとか、ゲームシティオンラインショッピングさんで書き下ろしメッセージカードだったり、トレーダーさんでアクリルキーホルダー、ネオウィングさんでこれはなんだ、ブロマイドがついている。次ゲームアーク宝島、アークオンラインさん缶バッジ6個セット。次ファミーコム、これファミマのことかな、だと、布ポスター、あーなんかサンドイッチ食べてるシアンですねかわいい。なんかご飯食べてる攻略キャラ好きなんですよね。もぐもぐしてるのかわいい。生きようと頑張ってるんだみたいのをね実感できる。次楽天ブックスさんはいつもの缶ビラーがついてるっていう感じになっております。結構こうパッパッパって紹介したんですけど、まあ、迷ってる方のね参考になればなと思います。まあ、今回シュービルかなりなんか力入れてるなって感じするのと、イラストもすごいし、なんかシナリオも楽しみだし、結構ねいい感じになってるんじゃないかなって個人的に思うんですけど、まあ、プレイするのがね、まあ、ちょっと先にはなるのですが楽しみだなと思っております。はい、はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。